カトマンズ、カトマンズ、ローマ、自転車、キャトマダウ、は、ネパールの首都で最大の都市である。カトマンズとも呼ばれる。別名は、カンティプル、コンティーパー。2011年の人口は100万3285人。カトマンズ盆地は小山に囲まれ、バグマティ川、ビシュノマティ川の二つの川が貫通し、両川に抱かれるような形で、カトマンズの町は広がっている。 約8000年前までは固定であった。カトマンズ盆地の起源は伝説によると、スワヤンブー、スイヤンブー、創造者にあり、モンジュ菩薩、マンジュシュリーが旅の途中で見た湖に咲くハスの花に、お参りるために南にある山を削りこの水を流したところ、その後に肥沃な土地が出現し、人々が住み着くようになった。これが、カトマンズ盆地の始まりであるという。それ以来、 蓮の花が咲いていた丘は、スワヤンブルの住む聖なる場所と崇められるに至った。スワヤンブの光はあまりにも美しく輝き眩しいために覆われることになり、13世紀頃までには多くの建物やストゥーパなどが建てられたり、ヒンドゥー教と仏教のそれぞれの像が祀られ、僧帽、寺院などの混流も相次いだ。この寺院が現在はカトマンズの渓谷の一部として、 ユネスコ世界遺産に登録されているスワヤンブナートである。首都という場合、通常カトマンズ市を指すが、単にカトマンズという場合、カトマンズ盆地全体、カトマンズ郡、カトマンズ支部を含む、あるいはカトマンズ首都圏、カトマンズ、パタン、バクタプルの各支部を指す場合もある。かつてはヒッピーのメッカであり、ヒマラヤ登山の玄関であるため多くの巧妙な 登山家も一度は足を止める場所でもある。カトマンズ旧王宮広場、ダルバール広場の南西の隅に、一本の木、カスタからできたという伝説を持つ祭場、マンダプがある。この建造物の名称、カスタマンダップ、キャシュサマンダップが、カトマンズの名の由来だと言われる。今流年は不明だが12世紀頃ではないかと考えられている。ネパールの人口は2。 649万人、2011年の人口調査によるで、カトマンズ盆地には176万人が住んでいる。残りのほとんどの人々は、山村で生活している。山村に住む人たちにとってはカトマンズは、憧れの土地で、カトマンズ盆地を、ネパールと呼び、カトマンズに行くことを、ネパールに行くという。古代より、現在のネワール族の祖先であろうと思われる。 ヒインドアーリア系先住民がこの地で生活をしてきていたが、4世紀の後半には、インドアーリア系のリッチャビ朝が、カトマンズ盆地を福祉ネバール、ネイパーラ王国を起こした。9世紀、リッチャビ朝の衰退以降は、デーバ王族、リッチャビ王族とは、別が、カトマンズ盆地を治めた。その後13世紀初頭頃から、それまでのデーバ王族に変わり、 マンラ王族が台頭し始め、十五世紀には、役者マラ王の死後、長男ラーヤ・マルッダ王が統治するバクタプルから、次男のラトナ・マルッダが独立し、カトマンズ・イ・マンラ朝を開く。十七世紀には、カトマンズ・イ・マンラ朝から独立した、シッティナ・ラ・シンハ・マルッダが、パタン・マンラ朝を開いた。こうして、中世後期には、カトマンズ近辺に、マンラ朝の三つの王国、カトマンズ、パタン、 バクタプルがこの地を治めていた。1768年、ゴルカ王のプリトビナラヤンシャファがこの地を三王国を倒し、カトマンズを首都として定めた。ゴルカ朝。1769年にネパールを統一するまでは、ネパールというとカトマンズを指していた。標高1400メートルにあり、1年を通して温和で、爽やかで冬も暖かい。 冬季でも積雪は稀で周囲の山に雪が降ると何年降りかと話題になるほど、最寒月の平均気温は摂氏24度、最寒月の平均気温は摂氏10度と気温は年中温暖である。年降水量の約4分の3の雨が雨季に降る。欠片の区分では温帯化浮き孔、クアに属する。観光業は カトマンズの主要な収入源の一つである。王宮やヒンドゥー教や仏教の寺院などがあり、代表的な建造物として、スワヤンブナート寺院、国立博物館、ダルバール広場、バラジュ庭園などが知られる。17世紀の歴史的な建造物が多く残るカトマンズ盆地全体が、カトマンズの渓谷として1979年、ユネスコの世界遺産に登録されている。 市内のためる地区にはホテルやゲストハウスが多く集まりバックパッカー、登山者、長期滞在者などで賑わっている。ヒマラヤ登山を志す者はほぼここで旅の支度をする。中国のチベット自治区側からは規制が厳しくネパール側から登る人が多い。そのためネパールの最大都市であるカトマンズで必要なものを取り揃えるのである。 かつては多くのマジックバスの終着地であった。カトマンズは多くの通りや路地が複雑に入り組んでおり、地図を見ながら歩いても道に迷いやすいが、要所要所に、チョークと呼ばれる通りが集まる広場があり、これを目印にして方向を確認し歩く。観光客が多く宿泊する。中心地であるタメルには、タメルチョーク、タムルチャウシュがあり、土産物店、 レストランが乱立する通りを南下すると10分ほどで、トゥーパが立つタヒティチョーク、タヒティチャウシュに出る。ここからは、東西南北へと数多くの通りが放射状に出ており、南東方向のアサンチョーク、アサンチャウシュへ抜けると、ネパール人向きの雑貨店、ヤギを解体して売る肉店などが多い。アサンチョークにはご方向からの道が集結し、布地や野菜売りをはじめとする露天商も多く、 活気にあふれカトマンズらしい雰囲気が充実していい。これより南西方向のアカシュバイラブ寺院のあるインドラチョーク、インドラチャウシュまでがカトマンズで最もにぎやかな通り。途中に生徒マチェンドラナート寺院がある。インドラチョークから旧王宮や熊里の館があるダルバール広場までは近い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。